インドのデリー首都圏政府は、19日、猛威を振るう、新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、首都ニューデリーで、同日夜から1週間、ロックダウン措置を導入すると発表しました。一方、米国では、少なくとも、1回の新型ウイルスワクチン接種を受けた人の数が、全成人の半分に達しました。インドでは、感染者の大幅増が続き、病床が不足、政府は、経済に打撃をもたらす制限措置の再導入を強いられています。ロックダウンを発表したデリー首都圏のアルビンド・ケジリワル首相は、今ロックダウンを実施しなければ、我々はさらに大きな惨事を目にすることになると述べました。人口13億人のインドでは、1日の新規感染者数が19日、27万3810人と過去最多を記録。5日連続で20万人を超えました。累計感染者数は1500万人余りと世界で2番目に多い。同国政府は19日、感染拡大を阻止するため、新型コロナウイルスワクチン接種の対象を5月1日から全成人に拡大すると発表しました。インドでの感染増加を受け、ボリス・ジョンソン英首相は今月予定していた訪れ印を中止。米国は19日、インドを渡航禁止対象国のレッドリストに追加し、英国とアイルランド国籍の人を除き、インドからの入国をすべて禁じると発表しました。一方、死者数と感染者数が世界で最も多い米国では、18日、ワクチン接種を少なくとも1回受けた人の数が、全成人の半分にあたる約1億3000万人に到達。同国の接種計画は大きな節目を迎えました。米国では世界でも特にワクチン接種が進んでおり、19日からは18歳以上の人すべてが接種対象となります。一時期、集団免疫獲得かって言われてたのに、何でこうなったのでしょうか。昨日、テレビでやってましたが、なんか祭りの季節で、群衆がほぼノーマスクで騒いでいました。前も、この流れで全土に拡大しませんでしたか。1日で27万人も。インド人は、不潔そう。日本は、むしろ死者数が減ってますよね。発展途上国は大変ですね。先進国は、ワクチンのおかげで収束してるようですが。ご視聴。本当にありがとうございました。